安定したことがマリノスなかなか攻撃につながらないというシュートを狙っていく、いいシュート、同点ゴールが生まれました。ミドルシュート、河辺のシュート決まって同点に追いつきました。ジブリ岩田、いや強烈でした今のシュートは ね、少しねボールにドロップがかかったようなね、非常にキーパーとしては対応しづらいボールだと思うんですよね。河辺は J1 初ゴールになります。このミドルシュート決まって1対1同点。